皆さんこんにちは、健康読書です。今回の動画は大沢浩二さんが書かれた花粉症は治る病気ですという本の内容を参考に花粉症治療についてお話しさせていただきます。今回は花粉症が起こる原因、根本的に症状を改善する方法、そして最後に本のタイトルにもなっている 90% 近くの人が症状が改善したとされるアイゾパシー治療法というものをご紹介いたします。最後までご覧いただければきっと花粉症の症状改善のきっかけになるはずです。最後までお見逃しなく。では参りましょう。花粉症が起こる原因、まずはじめに花粉症が起こるメカニズムについてお話しさせていただきます。ご存知の方も多いとは思いますが、花粉症はアレルギーの一種です。アレルギーとは最も体の表面で働く免疫防衛システムのことを言います。人間には侵入してきた異物に対してそれぞれに対応した防御反応を行う獲得免疫というものがあります。この異物への免疫による防御反応の振り分けを担う TH2 というリンパ球が強く働くと LGE というタンパク質を生成します。この LGE タンパク質と脂肪細胞が異物と反応し、くしゃみや鼻水、鼻づまりなど体に菌を入れないようにするための症状を引き起こします。つまり花粉症の症状がひどい人はリンパ球の働きのバランスが乱れ、TH2 リンパ球が過度に働き、体が花粉に対し過剰な免疫反応を起こしている状態です。とても簡単にご説明すると、花粉症が起こる人は免疫機能の乱れから花粉を異物として過度に反応しているせいで症状を引き起こしているということです。では一体なぜ免疫機能が乱れてしまっているのでしょうか。これには様々な理由があります。幼少期の過度な衛生状況、腸内環境の悪化、抗酸化物質の低下、環境ホルモンの摂取などが挙げられます。つまりこれらの原因に対策をすれば体質改善につながる可能性があります。対策法、それでは具体的に日常生活で行える対策法をいくつかご紹介してまいります。食品添加物に気をつける。人間の腸には異物の侵入を防ぐために腸の粘膜にはしっかりとしたバリアがあります。この腸の粘膜のバリア機能が乱れるとアレルギーを引き起こしやすくなるとされています。食品添加物の中には腸のバリア機能を破壊するものが含まれています。日本は世界一の食品添加物使用大国です。食べ物を購入する際は気をつけて選ぶように心がけましょう。当チャンネルでは食品添加物に関する動画もいくつか投稿しておりますので、ぜひチェックしてみてください。有害ミネラルに気をつける。我々日本人の身の回りには有害とされるミネラルが数多くあります。有害ミネラルが蓄積することでアレルギーを引き起こしやすくなることが分かっています。蓄積されやすそうなものの例を挙げると、農薬、除草剤、タバコ、マグロやキンメダイなどの魚に含まれる水銀などが挙げられます。もし食べている、摂取している心当たりがある方は注意をしてみましょう。小麦、グルテンの摂りすぎに気をつける。小麦のグルテンは消化されずに長期に腸の壁に付着し、腸のバリアを破壊したりアレルギーを起こしたりします。グルテンフリーには諸説ありますが、小麦を摂りすぎることで花粉症の症状が悪化することは大いに考えられます。環境ホルモンに気をつける。環境ホルモンとは内分泌系に影響を及ぼすことにより生体に障害や有害な影響を引き起こす、体の外から摂取することが原因となる化学物質のことを言います。環境ホルモンはアレルギー症状を引き起こす原因となる TH2 リンパ球を優勢にします。環境ホルモンの 90% は口から食べ物に混じって私たちの体内に入ります。環境ホルモンは油に溶けやすい性質があるので、脂肪分の多い肉や乳製品の食べ過ぎは避けるようにしましょう。他にも酸化防止剤や防腐剤など食品添加物や農薬にも含まれています。抗酸化力を高める。酸素を吸って生きている私たちは酸素による錆、すなわち老化を避けられることができません。吸い込んだ酸素の 2% が体の中で活性酸素となり体を錆させてしまいます。睡眠不足、喫煙、過度の飲酒、紫外線、ストレス、食品添加物、環境汚染、農薬、これらにより活性酸素は増大してしまいます。錆を防ぐ抗酸化物質にはビタミン C、 ベータカロテン、ビタミン A、 ビタミン E、 還元型コエンザイム Q10 などが挙げられます。それぞれの抗酸化物質は体の中で働く場所、役割分担が異なり、どれか一つが欠けても抗酸化力が低下してしまいます。
食事で摂取するのが一番ですが、花粉症の症状が軽くなる可能性もありますので、サプリメントで補充するのも一つの手段かもしれません。オメガ6脂肪酸の摂りすぎに注意。オメガ6脂肪酸の摂りすぎも TH2 リンパ球を優位にしてしまいます。サラダ油、加工食品、スナック菓子、マヨネーズ、カップ麺、パン、ファストフードなどにはオメガ6脂肪酸が多く含まれます。オメガ6脂肪酸に摂取のバランスが偏ってしまっている方は、アレルギーを抑えるリノレン酸を作るオメガ3脂肪酸の摂取を増やすように心がけましょう。腸内の善玉菌を働かせる。腸の悪玉菌が多いとアレルギー症状を引き起こす LGE が多く作られるようになります。乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が多いと LGA タンパク質が多く作られ、花粉症の症状を引き起こす原因となる LGE タンパク質が減少します。ですので悪玉菌の餌となる肉の食べ過ぎを控え、善玉菌の餌となる食物繊維をしっかりと食べるように心がけましょう。ビタミン D を摂取する。ビタミン D の摂取が足りないと LGE や好酸球というアレルギーに関連した細胞が増え、アレルギー症状の悪化につながります。ビタミン D が取れる食材としては、キクラゲや干し椎茸などのキノコ類、内臓ごと食べられる魚類、シシャモやシラス干しなど、その他には鮭も推奨されています。ビタミン D は不足しがちな栄養ですので、花粉症の症状の改善に注目されているようです。アイゾパシー。それでは最後にご紹介するのはアイゾパシーという治療法についてです。アイゾパシーとは病気の原因となった物質から作られたもので、その病気を治療することを言います。著者の大沢さんのクリニックでは、スギ花粉症体質改善レメディと呼ばれるスギ花粉の希釈水を服用するそうです。日本の花粉症治療の主流である抗アレルギー剤は症状を抑えるのみで、根本的な治療ではありません。そのため毎年春になれば症状が出てしまいますし、花粉の飛散量が多いと薬では抑えることができません。しかしこのアイゾパシーでは、著者の元を訪れる花粉症患者さんの多くは、最初の1年で 70% の方が症状の改善を実感し、3、4年続けることで 80% の方が薬を飲まなくても春を快適に過ごせるようになったそうです。患者さんから高い満足度の評価をいただいていることが明らかとなっております。まさにこの治療法は、毒を持って毒を制する、人間の自然治癒力を最大限に生かした治療法といえます。もし気になる方は検索してみてください。はい、いかがだったでしょうか。この動画が花粉症の症状改善のきっかけになれれば幸いです。もしこのような動画が良ければ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。